皆さんこんにちは、コンサポはるかです。さあ、北海道コンサドーレ札幌ホーム開幕戦まであと3日となりました。今日も昨日に引き続き、私が三上さんに聞きたいと思うことを率直にインタビュー形式で聞かせていただきます。はい、はい、今日はですね、まずはシャビエル選手について聞きたいなと思いました。うん、はい、シャビエル選手なんですけど、本当に開幕直前に来ますとなったじゃないですか。はい、あれはもともと取りたいなと狙っていたのか、それともこう名古屋グランパスの契約が終了したから、え、じゃあって言ってこう取りましょうとなったのか、どっちなのかなっていうのを。まずね、状況的に言うと、はい、こう先日話したチャナティックがいればね、はい、多分そのシャビっていうことは頭の中では常に置いてたんだけども、うん、オファーするっていうことは多分なかったかなって思う。うん、なるほど。うん、で先ほど先日話したようにね、チャナが、まあ、彼の意思も含めて、まあ、移籍するってなった時に、シャビエルっていうのが、まあ、頭の中にあったんだけど もうアルカちゃんが言ったように、まず名古屋さんから実は、まあ、契約更新っていうサッカー界の噂ではね、名古屋も来年残そうとしてるっていう話を聞いていた。ただ本人が、まあ、今度新しいまたトライをしたいから、名古屋が嫌いとかではなくてね、ブラジルもしくは他の J クラブでやろうと思ってるんだっていうことを僕はサッカー界の噂としてオフシーズン聞いていたと。でその中で僕らもチャナという重要なね、選手がいなくなった時に、彼のやっぱり存在または僕らが期待していることってかなり大きなものだったのでね、これを埋めるだけではなくプラスにするって考えた時に、そんなに選手ってやっぱな選択肢がないなっていう中でシャビエルって、いうのが出たんでね、本当年末チャナが決まったのがもう本当クリスマス過ぎてあったね。年末28日ぐらいから動き出して、はい、本人と連絡始め取れたのがもう1月の2日とか3日、うん、そこから、我々のビジョンだとかスタイル、はい、そういう話を、まあ、シャビの方にもさせてもらってね、1回、メディアの方にもお聞きされたんで答えたんだけど、すごく早く彼決断してくれたんだけど、はい、そこっていうのは、まあ、残念ながら僕らの条件が良かったとかことではなくて、はい、やっぱりそのサポーターの方含めたみんなのこの作ってくれてるコンサドーレの雰囲気っていうのをすごくシャビエル、もしくはシャビエルの奥さんが名古屋でやっていた時に、札幌の雰囲気ってすごくいいよねっていうようなのをすごくこう持ってくれてたおかげで、すごい短い期間の中でこの契約交渉がまとまったっていう実は状況で、うん、僕よくシャビエル取ってくれてありがとうございますっていう、はるかちゃんのようなサポーターからね言ってもらえることあるんだけど、正直ねこれ、いや逆に皆さんのおかげなんですっていうことでね、まあ本当この場をお借りしてまたね、そのお礼をしたいなと思って、本当サポーターの皆さんありがとうございます。じゃあぶっちゃけ、コンサドーレ以外にもシャビエル欲しいって言ってるチームはあったってことですか？僕がね、声かけた時、国内のチームちょっと諦めかけてたのかな、ちょっと難しいだろうみたいな感じを僕は受けていた。ただ僕が知ってる限りでブラジル国内から4クラブからオファー来ていて、その1クラブとはもうほぼほぼ契約がまとまりそうなぐらいまで話ができたんじゃないかなって認識してました。じゃあやっぱそこはコンサドーレだから来てくれたんですね。そうね、さっき言った本当サポーターが作ってくれてるこう雰囲気、まあ、当然、ミシャ含めた札幌のサッカーのスタイル、そういったことも相まってたとは思うけども、すごくそういった部分では大きい要因になったかな。じゃあもうパッとこう決まって、キャンプもじゃあ飛び入り参加じゃないけど急にこうチームに合流ってなって、どうでしたか、そのチームの雰囲気というか、その仲良くなった選手とか。シャビエル自身ね、これから皆さんも札幌に彼がチームが帰ってきてね、関わる部分を増えてくれば分かると思うんだけど、すごい人間的にもこうできていて、うちのそうだな、イメージで言うとブルーノ、はい、すごい僕は人間力ある今コーチなんだけど、ブルーノと同様 の、 その人間力を持ったのがシャビエルで、みんな本当すごく多分好きになるの間違いないんじゃないかな。そういうシャビエルはね、パーソナリティなんで、チームの方の受け入れもすごく早く順応したし、ミシャの戦術なんかの理解度も高かったし、
そういったことでは本当彼のそういう力ってすごいなって思って、うん、そうですよね、うん、だってもう開幕戦から試合にスタメンで出られるくらいの戦術理解度ってことですもんね。そうで、シャビエルのことで言うと一つギャンブル的要素があって、うん、今このコロナの関係でねビザがないとこう入れない、はい、でこのビザっていうのが1月の中旬1月の18日までっていうのがシャビエル持ってたやつで、うん、要するにね1月の17日までに入国してくれないと新規外国人扱いでもういつ次入国できるかわからない状況だったのね、うんうんうん、なんで、まあ、ギャンブルとしてもう1月の15日にブラジル飛んで、うん、17日に日本着いて、はい、そこで無事にビザがさらにできるっていうところがないと、うん、取った意味が半減してしまうっていう状況だったんで、はいうんうんうん、そうですよね、うん、でもいつ合流できるか分かんなくなった。そうで今こういう時期なんでね、うん、出国の時も入国の時も PCR 検査含めてあって、多くの外国人選手、プロ野球選手も J リーグの選手もそうなんだけど、外国人が入国か出国のタイミングで無症状なんだけど PCR で陽性反応が出てしまって、はい、隔離、うん、ってなっちゃうとそのビザが切れちゃうの。なんで一つ目はまず15日に飛行機に乗ること、はい、これ乗ったって言った時に、うん、よし第一関門クリアと、クリア17日無事着いたと、よかったと、問題はここでの検査結果だと、はい、ちなみに体温とかどうなんだと、うん、大丈夫ですと、あとはもう神のみぞ知るという中でね、無事入国できたんで、まあ、こういう形になったんですね。じゃあもしそこで間違って陽性でも出てたら今いない、もしかしたらいない、うん、すごい話ですね。そうな鳥肌立ちました。だこういうことも含めてやっぱり縁とかね、はい、うん、すごいことなんだなって思うし、サポーターがいたからこそこの契約がまとまり、でそういった問題もクリアしたからこそ今チームにいるということは、多分きっとみんなにとって必要な、多分選手なんだし、選手にとってもコンサドーレっていうのが必要な多分場所だったんじゃないかなって僕は理解してるんだよね。全部こうつながってるんですね、うん、と信じたい、はい、信じましょう、はい、そこは。じゃ次です、はい、西選手について、はい、まあ、西選手はもともとコンサドーレにいて、うん、そこからねステップアップして、うん、まあ、神戸とか浦和とか鹿島にもいましたね、はい、その西選手がこのキャンプの練習に参加していると、まあ、練習生としてでしたよね最初は、うん、 そうね、そのキャンプの練習に来なさいって声をかけたのはぶっちゃけ誰なんですか。これはね、うん、本当大吾の方から、はい、前日1月の今年は15日沖縄キャンプ出発だったんだけども、はい、うん、前日の14日に連絡があって練習参加をさせてほしいというのが、まあ、決定する大きな要因、うん、ただね、経緯で言うと今年だけじゃなくうちからこう育ってた選手っていうのは、僕はクラブを代表して毎年 3,4 回いろんな話実はしていて、西ともしていた。で今シーズン、あ昨シーズンね、西終わった時にいろいろな事情でその浦和さんとの契約が終わって今後こうなりそうなんですっていう話も事前にいろいろ聞いていた。でそういった中で最後札幌っていうことも自分として考えたいけど今クラブとしてどうですかっていう話で、その中で我々としては今こういうサッカーで今後こういうことをやろうと思っている、そういった部分で言うと大吾のキャリアっていうのはすごく力になると思うけども、一方で我々が気づいてきているものとかもいろいろあるからすぐにオファーって正直クラブはできないよと、うん、いうような話を実は大吾とは昨年の11月12月そして今年の1月なんかを話してた中で、最終的に1月の14日にさっき言ったように大吾から連絡があって、キャンプ明日から始まると思うけども、はい、自分を練習生として参加させてくれないかということだったんで、まあ、僕らとしてもね、さっきはるかちゃんが言ったようにうちのクラブから巣立っていった人間なんで、彼がそういう覚悟を持って、やるっていうんであれば1日しかないけど責任持ってね、現場含めて俺の方も話をまとめるからと、まずキャンプの準備をじゃあすれということで、話をし、監督含め現場はクラブのことを本当理解してくれてるんで、じゃあそういった形で練習参加させましょうと。ただ彼がね本当に我々のクラブや今いる選手にリスペクトを持ってるかどうかっていうのは、そこは実は僕の中で一番
確認をしたかったところ、僕らはクラブとして西大吾が巣立っていって日本を代表する選手になっていって僕らはリスペクトしている、一方で西が我々のクラブ今いる選手そしてサポーターとちゃんとリスペクトできるのか、それを見たかったんで、まあ、練習参加っていう形になり、まあ、無事に2週間、経った沖縄キャンプ終盤の方でね、はい、改めて部屋に呼んでいろんな話彼ともして、ピッチ上で見せてくれたパフォーマンスはね、本当彼の技術等々がすごくこう生きるのがプラスになるなっていうのは分かったんで、あとはそういった彼の気持ち含めたものをこう部屋で2時間ぐらいかな、2回ぐらい沖縄キャンプでも話をさせてもらって、はい、最終的には監督コーチとも話をし、でその中で、メディアの方にもちょっとお話したんだけども、一緒にやってた選手かなり複数から一緒にやりたいですっていうのを俺の方に直接ね言ってくれたこともあって、はい、そういった部分で言うと僕自身の決断の大きな要因になったのは実際にやってるその選手の声もあって最終的に入団を決定したっていう流れ。どうでした、そのキャンプ中の練習生としての様子っていうのは、うん、珍しく大吾自身がこう結構緊張していて、どうしたのって言ったら、いやこのキャリアでこういう経験するとも思ってなかったし、言葉を変えれば新鮮だけども、はい、一言で言うんであれば緊張してます、緊張してたっていうことをよく言ってたね。そっか、でもどうなんでしょう、コンサドーレのこうチームにはすごい馴染んでるのかなって、ね、見てたんですけど、そうね、僕自身ちょっと嬉しかったのは、はい、年下とかになるけど例えば宮沢とかね、はい、新野なんか、うん、今までうちでやっていた選手にちょっといじられたりしてたわけ、大悟がそういうこう姿を見ていて、うん、あいい雰囲気で、うん、やれてるなっていうのはちょっとこう感じていて、うん、大吾もそれを真剣にやりながら、はい、一方では彼が見てきた、言葉を変えれば僕らがこれから見たいと思ってる景色、うん、ACL だとかね、そういうことを彼経験してきてたから、うん、沖縄キャンプってホテルからグランドまで20分ぐらい車移動なんだけども、そのバスの中とかでね自分が見てきた世界を今いるうちの選手に伝えてくれたりしていて、うん、そういった意味で言うと本当大吾のそういった経験っていうのは大きくこのチームのプラスになるなっていうのも見てて感じてたんで、そういうことも含めてね彼がまた戻ってきてくれたのは僕らにとっても嬉しいし、そっか、あの開幕戦では、まあ、ベンチ入りしてましたけど、うん、主にぶっちゃけどこのポジションなのかなっていうのはちょっと気になるんですが、うん、まあ、編成上ね、うん、あくまでも編成上では3バックだったらどこでもできるんじゃないかっていうことと、うん、まあ、ボランチ、はい、だったら十分今のこの我々の札幌のスタイルのサッカーでやっていけるだろうというのを考えてるんで、そこをまあメイン、はい、ただ彼のやっぱ武器っていうのがユーティリティ性あるんでね、極端なしワイドだとかシャドウっていうポジションでも十分やっていけるんじゃないかとは思って、はい、いろんなポジションでもしかしたら見られるかもしれないです ね、はい、うん、楽しみです。そもそもスポーツだとかサッカークラブって何なんだろう、何のためにやるかっていうのをちゃんと整理しなさい、何対何の試合楽しい、聞いたことがあるね、継承ですか、まあ、そうだね、いいこと言うね、そう思うよね、いいこと言う。